こんにちは、ロピです。今回もですね、北村仕入れの、結果報告ということで、お話ししていきたいと思います。はい。今回はですね、以前の動画に比べるとちょっと数少ないんですけれども、4点ですね。はい。右から、EF ですね、キャノンの EF100mm 2.8 マクロ USM ですね。で、その次がニコンの55300で、これ VR 付きですね。で、その横が、AFS の24から70ナノクリスタルですね。これ新しい、VR 付きのレンズが出たばかりなんですけれども、一つ型落ちの、レンズで、これからね、どんどん市場に出てくるんじゃないかなと、型落ちになったんでね、出回るかなと思われるレンズの一つです。はい。で、その横が、テレコンですね。はい。この4点を、仕入れました。でですね、状態の方は、EF の 102.8 以外はですね、結構新品に近いような、かなり状態のいいものでしたね。ちょっと、24-70 に関してはゴム部分に若干使用感があったんですけど、ちょっと直してね、出せば全く問題ないといった感じの、状態でした。はい。で、金額、仕入れ金額がね、大体というか、EF102.8 が、26,000円ですね。で、2470が、98,000円。で、テレコンが29,000円。で、55300が14,000円ですね。はい。で、最低でもね、35,000円は取れるかなといった感じですね。はい。で、このね、35,000円取れるかなと、さらっと言いましたけれども、この金額を聞いて、そんなに取れるの?っていう方と、それぐらい取れるよね、という方、二つに分かれると思います。はい。私もね、今までの考え方だったら、ちょっと取るの厳しいかな、というような感じだったんですけれども、いろいろなね、やり方がありますので、今使ってる私のやり方でいくと、35,000円は硬いですね。下手したら、それ以上取れるかもしれないと。取れるかもしれないというかね、それ以上に金額設定すれば、多少時間かかっても売れるかなっていう感じなんですけど、最速で売る場合は、最低でも35,000円ぐらいかなといったところですね。なので、北村仕入れもですね、ただね、仕入れの部分だけを考えるというよりは、そのやり方ですよね。やり方をいろいろ模索していくと、別に状態が良くても利益っていうのは取れるようになります。はい。なので、普通にね、状態のいいものを、仕入れて、エアフォークで定額置きをするっていうね、古いやり方というか、今までみんながやってきたようなやり方以外の方法でもね、やり方っていうのは全然ありますので、北村で、単品でね、検索して、で、ダイレクトに、狙っていって、少し状態が、B とかね、AB ら辺を狙って、で、ヤフオクでちょっと高めに定額を気にするという、普通のやり方というかね。私はもうそれは基本やってないんですけれども、それ以外のやり方でも十分利益出るので、どん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 新しいその、やり方というか、考え方っていうのがどんどん出てきてますので、常にね、今までのやり方に、囚われないで、新しい方法っていうのをどんどん模索していった方がいいかなというふうに思います。なので、少しね、高いかなっていうふうに思っても、仕入れて販売して利益が出る方法っていうのもありますし、ちょっとね、2470に関しては、若干安く仕入れられたんじゃないかなというふうに思ってます。状態と、付属品とかの割にはね、だいぶ安いんじゃないかなっていうふうに感じますね。はい。なので、明日もちょっと実店舗周りというか、仕入れをね、がっつりやってこようと思います。実店舗仕入れで、利益出していこうと。で、昨日もヤフオクでね、20点ぐらい仕入れしたんですけど、ヤフオクもね、だいぶ安く仕入れられますしね。リアル店舗でも、普通に利益出せる商品たくさんあるので、
もう普通に買って普通に利益出る商品がたくさんあるんですよね。で、この言葉を聞いてもそんなのあるはずないっていうふうに思う方と、あ、それはもちろんそうだよねっていう思われる方、まあ2通りにこれも分かれるんですね。それはもう実際に利益を出してる人なのか、それじゃ利益出ないよって思い込んじゃってる人なのか、それだけの差なので、で、実際に、まあ、私の周りにもそれでガンガン利益出してる方もたくさんいらっしゃいますし、実店舗だったり、ネットショップとかね、ネット仕入れでもガンガン利益出してる方いらっしゃいますので、まあ、私も最初それを聞いた時に、そんなことあるはずないだろうっていうふうに思ってたんですけどね。ただ、それっていうのは今の自分のやり方では無理っていうだけの話で、やれる人っていうのはそれなりのやり方を知ってますし、そういった方法で販売してるからこそ、利益を確実に出していけるっていう、まあ、結果が残せているっていうことなんで、もしそれで嘘だろうとか、できないんだとか、そんなわけないと思った方は、自分のレベルがね、まだそこまで達してないんだとか、やり方がちょっと違うんだなっていうふうに捉えると、どんどん新しい視野っていうのが広がっていって、成長もしていけると思いますので、まあ、私も全然ね、知らないこととかたくさんありますし、その他のやり方で利益出されてる方っていうのを、まあ、聞いた時にですね、絶対に否定はしないですし、じゃあ逆にどういうふうにね、利益を出してるんだろうかという考え方を常にしていくことによって、まあ、ニュートラルにその言葉を捉えることができますし、まあ、そうすることによってね、新しい扉がどん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 開いていきますし、利益の取り方っていうのもどんどんね、楽になっていきますので、ぜひですね、まあ、そんな感じで考えていただければなというふうに思います。はい。まあ、今日はこんな感じでちょっと少なかったんですけれども、またね、追って動画を撮っていきたいと思いますので、今回はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メルマガ登録、チャンネル登録お願いします。情報発信系 YouTube チャンネルもよろしくお願いします。画面右上のボタン、もしくは動画下の説明欄の URL からご覧いただけます。これから情報発信を始めたいと思われている方、アフィリエイトにご興味がある方は、非常に参考にしていただける内容となっておりますので、ぜひそちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。